はい、えー、自衛官がですね、鍛え上げたその体で、一般市民の高校生を、めった打ちにしました。という事件でございます。しかもその理由がですね、あの、なんかこの優先席ってあるでしょ電車とかに。あそこに、偉そうに座ってたらしいんですよ。その自衛隊員が。で、それを、あの、勇気ある高校生が、そこはダメなんですよ、みたいな感じで注意したら、何をって感じでね、どこの嫌からじゃっていうね、 昭和の時代の、なんか、やられ役の突っ張りみたいな役割を、もうね、自衛隊員さんがやってるという。なんか特別な権限を持ったというふうに感じがしたんですかね、自衛隊員の方はね、自衛官の方はね。まあ、国民をこうやって傷つける権利は別に渡されてないと思うんですけども。まあまあ、でもね、この、鍛え抜かれた、この自分の力を、国民、市民で試したいっていうところはあるんでしょうね。 うん、ぶん殴ってみて、馬乗りになって、徹底的に一方的にやっつけて気持ち良かったですかね。どんな気分だったですか三島陸曹の36歳の方。ね、名前は出てないんですか ?36 歳の、うん、まあ、そのね、がたいのいい人が、まだ10代の女の子の前に馬乗りになって、めった打ちにするわけですから、それはまあ、優越感に浸れたことでしょうね。いつになったら正しいことがきちんと評価されて、悪いことが罰せられる世の中になるんでしょうか、うん この国を取り締まってる自衛隊の皆さん、警察官の皆さん、何とかしてください。諸悪の根源はどこですか白バイ事件、高知白バイ事件、隠蔽ですかどうなってるんですか